ぶっちゃけ、はい、去年の年収はごめんなさい。かわいい質問ですね。最も辛かったことや悩んだことはやっぱ人間関係。仲間をね大事にしてこれからもね大事にします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リュウラと仏とシャワとナイコとイフとユウスケで、せーの、イエッセー。今日みんなめっちゃ普通やん。普通かな。いや普通はもうちょいふざけろよ。今日はふざけられないんで、こんなもんだと思うけど、普通じゃないよねもはや。というわけでね、今回はちょっとあの冒頭早々申し訳ないんですけど、イレースメンバーが緊張してるにはとある理由がありまして、未だに僕たちイレース6人も信じられないんですけども、夢みたいなね、やばい、うん、ちょっともう緊張やばそうなんで、はい、発表していきたいと思います、はい、なんと本日のゲスト超レジェンド歌い手のソラルさんにお越しいただいております。ソラルです、お願いします。お願いします。やばい、声がする、やばすぎる。本物です。やばい、本物だ。そこにいるじゃん。もうみんなもうちょっと、あ、いや、語彙がなくなってしまった。いいやって、まあ、いつも通りも本当にやっていただければ。いつも通りできないですよ。難しいですね、はい、お願いします。で、まあ、みんな知ってる、もちろん知ってると思うんですけど、ちょっと改めてソラルさん自己紹介ちょっとしていただいてもよろしいでしょうか。はい、歌っております。ソラルです。知ってます。よろしくお願いします。もちろん知ってます。ソラルさんだ。かっこいい。みんな聞いてたよね。聞いてたというか、聞いてましたよ。そりゃ聞いてたよ。なので、そうね、そうだよね、カルチャーを作った方ですから。いや、長く ね、はい、ねやらせてもらってるだけなんです。いやいやいや、もう自然とみんなもきっとそういう風になっていくんじゃないですか。いや恐れ多くて、いやそんな尊敬の心しかないです。まあ、そんなね、皆さんご存知のソラルさんなんですけど、一応説明させていただきますと、お願いします。ソラルさん、2008年から歌い手活動されていらっしゃいます。今年で歌い手歴なんと14年超える。すごい、レジェンド級の歌い手さんとなっております。はい、長くやらせてもらってます。14年。 Twitter のフォロワー数は162万人超え。YouTube のチャンネル登録者数も現在120万人を超えておりまして、やばい、すごい。歌ってみたはもちろん、オリジナル曲の作成やライブ活動、ゲーム配信、あと最近は小説とか出されたりとかもして、幅広く活動もされておられまして、常に歌い手界隈の第一線で輝き続ける、もう我々イレースなんかからするともう神様のような存在でございます。いやー、間違いないっすね。神様です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあ、そんなね、ソラルさんとイレースの初コラボということで、まあ、今回は特別な企画をご用意させていただいております。特別な企画、なんだ、はい、こちら、勝手にブレイコー NG なしぶっちゃけ質問コーナー。いやじゃあ、NG なしぶっちゃけってまたね、なんかやったことある、やったことあるんですか。あれですもんね、ソラルさんも一応 OK いただきましたもんね。まあ、そうですね。大丈夫かな。怒られるよ、後でこれ絶対怒られちゃうよ。あの、お互いにね、傷を負わないように怖すぎる。やばい。まあ、今日の企画ね、タイトルの通り、今をときめく超レジェンド級タイトルであるソラルさんに対して僕らがぶっちゃけ質問をさせていただくんですけど、それに聞いてきてもね、ちょっとあんま面白くないので、ちょっとね、工夫させていただいております。今回ね、あの事前にこちらで用意した質問にすでにね、ソラルさんに回答をいただいております。おー、なるほど。その質問のみが書かれたリストを今からねお見せしますので、メンバー6人にはその中から特に気になる内容の質問を一つずつ選んでいただきたいと思います。なるほど。はい、早速企画の方参りましょう。改めまして、本日のゲストソラルさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、そんなソラルさんに行う企画なんですけども、質問のリストの方用意しておりますので、はい、皆さんで今から見ていきたいと思います。はい、質問の方がですね、こちらになります。どうぞ。
あ、これ、なんもどうなってんのこれ、真っ暗、どうなってんのこれ、全然見れないけど、何これ、何にも見えないけど、何にも見えない、まあ、そうなんですよね、まあ質問内容別に見なくてもみんな何聞きたいかとか大体わかると思うんで、バカかバカかバカか、バカ、自分で選ばないの、1番から12番の、あの問題番号から質問を選んで、そらさんに聞いていただきたい、怖すぎる、はい、このさ、まあ、変な数字は何なん、うん、まあ、変な数字はね、こうヤバ度で、ヤバ度、ヤバ度、質問のヤバ度ね、1番から3番、まあ、1からから3からみたいな感じになってて、あ、はい、なるほど、まあ、3の方がヤバい質問となってます、ヤバさレベルなんや、まあ、ちょっとお手柔らかにね、お願いします、お手柔らかに、そうですよね、もちろん、というわけで、どのヤバ度の質問を選ぶかも、まあ、メンバーに委ねるということで、お手柔らかにって言われたら、じゃあ1人目の質問誰からいきますか、ヤダヤダ、声震えすぎ、ヤダやのに、ヤダって言いながら入っていいやろ、嫌ならいいよ、嫌なら別の人が多分質問する、あ、本当に、じゃちょっと誰かいた人いる、誰かいる、ソラルさん何番でもいいですか、はい、何番でも大丈夫です、さっきお手柔らかにって言ってらす、どうしよう、可愛いのでお願いします、可愛いの、可愛いの、可愛いですよね、可愛いのだよね、わかりました、じゃあ12番でお願いします、12番おっと、ね、レベル理解してない、理解してないやついるな、緊張しすぎて、それじゃあヤバドさんの12番の質問見ていきましょう、こちらごめんなさい、ぶっちゃけ去年の年収はごめんなさい、よろしくお願いします、可愛い質問ですね、可愛い質問、可愛くない可愛くない、まあ、でもあれですよね、聞いてもらえるってことは教えてももらえるってこと、あーちょっと待って、確かに、まあ、もちろんもうそらイムくん、イムくんやわ、当たり前だね、礼儀だから聞かないっすもんね、そりゃそうでしょ、でももちろん何でも言わせていただきます、だからね、もうそのイムくんなんかね、タイトルじゃないねんから住所ぐらい言えるよね、絶対あの住所言います、住所と年収、じゃあ年収、はい、年収はですね、住所はですね、マジか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 、ストップストップ、イネイズ、ぶっちゃけ去年の年収は、去年の年収、そうですね、まあ、最近はこうちょっとね、いろいろライブとかがやりにくくなって、いろいろね、あるはあるんですけど、まあ、大体、ぐらいかなと思います、これはやばい気するな、やばい、あのどこのなのかを聞いてる、これ以上聞けない、ダメだよ、これは聞けない、もうダメ、ありがとうございます、教えていただいたんですね、というわけでね、ちょっと最初からあの大変なことになってるんですけども、切り替えていきましょう、はい、次の質問したい方どうぞ、おっと手で上げにくいわ、本当に緊張しすぎて言えないわ、じゃあ俺行くよ、じゃあ花井ちゃん行く、じゃあ行きます、はい、こたー、じゃあ犬が3ぶち込みに行ったから1段階下げてヤバ度2のやつ5番こいつオープンさせていただきます、じゃあ5番の質問こちらになります、歌い手活動をやってて最も辛かったことや悩んだことは何ですか、ソラルさん教えてください、めっちゃ聞きたい、はい、結構いい質問聞いたわ、辛かったこと悩んでたこと、まあやっぱりいろいろあるはあるですけど、そんなことかと思うかもしれないですけど、やっぱ人間関係、なるほど、はい、活動でやっぱり、まあ、グループでやられてると特にあると思うんですけど、やっぱり喧嘩したり揉めたりすることってどうしてもつきものじゃないですか、うんうんうん、やっぱりなんか人間的なそのこう心にくることって、仕事がうまくいかないとか活動がうまくいかないことよりも結構友達と喧嘩しちゃったとか身の丈に合ってるところの方がこう悩みとして大きいことが多いなと個人的には思いますね、なるほど、あれも確かにそう、確かに、まあ、それこそ一緒にユニットってるマフマフだったりとかもそうだし、こううまくいってない時期とかもあったり、まあ今全然そんなことないんですけど、そういう時期があったりすると、うんうん、なんかいろんなことがこうそれに引っ張られちゃうなっていう、定期的にありますね、なるほど、はい、真面目に答えました、はい、ありがとうございます、うわすごいな、いつもねお喧嘩したことあるもんね、人気が出てきてしまうとそれが偉いことかのようにこう錯覚しちゃうことがあると思うんですけど、やっぱり誰しも実はなんか大事なのって普通に友達と仲良くできたりとか、なんかそういうことの方が大事で人間的に偉いのかなって今となっては思いますね、ちょっと待って、なんかそうすごすぎすごい、もうその通りやと思います、さ14年のねこう歴史重みあるよね、そうだねいやいやいや、その上でこう人間関係ということをそうやねもうそうなんよ、じゃあもうそれは絶対、そこが結局一番大事ですよ、やっぱ仲間をね大事にしてこれからもね大事にします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、イレイス、じゃあ次の質問やりたい方いますか、はい、
あ、お、炙った。かぶった。おー、仲良し。じゃあ、いきます、リュウラ。じゃあ、リュウラから。はい。どうぞ。リュウちゃん。ダイスランバーでもある1番を選ぼうかなと思います。はい。こちらです。活動やってて良かったなと思うことはということですが、おお、まあ、一番オーソドックスな質問が来ましたね。まあ、自分の寝たい時間に寝て起きたい時間に起きれることだね。間違いないが、それは本当にそうですね。毎日6時7時に起きて会社に行ってる社会人の人にはね、まあ、頭上がりませんよ。やっぱりめっちゃ忙しい時は寝る時間なかったりするけど、いや確かにそこが歌い手やってるメンバー結構時間守んないんで、あんまりそういうこと言わないでいただければ余計守んなくなっちゃうから。そうですね、ソラルさんがそう言ってたからって言われるもんね。ソラルさんがそう言っちゃったらちょっとね、いやそんなこと言わないで。何週間回ってんの。そうなんです、ソラルさんはいいんですよ、当たり前ですけど。いやよくはないですね。イレイス。じゃあ続きまして、じゃあユウスケいきますか。はい、オッケー。それじゃあ質問番号を選んでください。僕もダイスナンバーから6番お願いします。おお、ね、じゃあ6番ヤバド2の質問になってくるんですけども、ヤバド2こちらになります。オープン。おお、聞きたいですねこれ。心に残るライブエピソードは何でしょうか。聞きたい、聞きたい。なんか初めてアリーナとかでソロでワンマンやったりしたのもやっぱり残ってるし、ユニットとかで武道館やったりとかも、うんうんうん、すごいこう記憶に残ってるんですけど、今思いついたのは一番最初にソロじゃないんですけど、みんなであのちっちゃめの箱でライブやったのが一番緊張したし、何も分かんない状態でがむしゃらにやってたんで、ある意味それが心に残ってるかもしれないですね。多分なんかあれ皆さんも結構ライブやられてますよね。そうですね、何回目だっけ。結構夏ツアーがだいぶ多かったんですね。確かにそうだね、ま、メンバー割と慣れてきたと思うんですけど、やっぱり最初にやったライブはもうメンバーもみんなもガッチガチだったよね。だからなんかこう何年も活動を続けていっても最初のライブはやっぱり特別というか、もう嫌でも覚えてるんじゃないかな。怖くて怖くてしょうがないですよね、 やっぱ最初のライブ。いやもう真っ白、うん、ずっとこれは忘れちゃいけないことだと僕も思います。そうですね、うん、長くやればやるほどかもしれないですね、なんかそういうのって。イレイス。じゃあ5つ目の質問行きたい方いますか。はい、お願いします。やだ、はい、番号選べね。じゃあマロから質問番号選んでください。8番で。1番の質問、それじゃあオープンしてきます。こちらです。お、歌い手の先輩としてアドバイスをお願いします。大大大先輩としてアドバイスを何か入れずにいただけたらと思います。なんか逆に悩みとかあるんですか。結構配信とかなんか動画の、まあ、収録とかアドリブしろって指示が結構降ってくるんですよ。そう、そういう時結構困りますね。なんか結構活動する上ですごい自然体でやる人と、あとめちゃくちゃキャラを作り込む人に、まあ大きく分けると二分化されると思ってて。確かに。で俺結構、まあ今もなんですけど、そのみんなさんが多分配信とか何かでこう俺を知ってくれてる姿とあんまりその変わってないと思うんですよね多分。そうですね。裏とかで遊んでてもその変わんないよねって俺は結構言われるタイプで、自分はその長くやる上でこう頑張ってキャラを作って続けて行くのが無理なタイプだったんで、このままやるぞっていう、なんかこうやってきて、それで受け入れられるようになるべくこうやってきた感じがあって、でもまあどっちも正解はないんですよ多分。その本人に合ってるやり方があると思うんですけど、自分がどういうやり方でやりたいかっていうので、自分はこのキャラで受け入れられてなんか得してるなみたいに感じることがすごく多くて、素の自分に近いみたいな感じですね。アドリブとかもそう、なんか素の自分がキャラとして定着してくるとなんかそれが面白く感じられたりとか、自分らしさがこう伝わったらいいなみたいな、どういうやり方でやりたいかをこう自分で模索していくと徐々に楽になっていくのかなと思います。ちょっとなるほど、まとまらなかったな。いやいやいや、いやありがたい、めちゃめちゃおしゃれってこと分かるんで、うん、ありがとうございます。なんか、はい、勉強できるだけ素の自分に近い感じでやっていきたいなと思います。ポエポエは捨てろって、ポエポエ、いや素の自分だからポエポエってなんか言わされてるみたいな感じになってるんですけど、あの素の自分なんで、それが素の自分だったのも最高ですね。素の自分で最高っすよ、ね、いただきましたよ、ま、グループでやってたね、いろいろあると思うんですけど、背負いすぎずにやった方がいいんじゃないかなと。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ドストライク、ね、真ん中に来てる、全部言うことが刺さる。いいぞ。じゃあ最後、しょうちゃん最後なんで、ちょっとレベルマックスでいっていいですか。うわ、踏み込むね、いくんか。いいね、どんどんいいぞ。いのこいのこい、いきます。じゃあ9番でお願いします。こちらです。おー、おー、なんかすごい質問。具体的活動で得た最初のお給料で買ったものは何でしょうか。何ですか。いいなこれ、これ聞きたい。
給料っていう言い方が正しいのか分かんないですけど、まあ、学生だった19歳からやってて、はい、初めてこう同人 CD を出したのがちょうどその学校卒業するぐらいの時期だったの、はいはいはい、奨学金を借りて学校に通ってて、うんうん、ああなるほど、うん、でありがたいことに結構こうその作った枚数が、まあ、今と比べたらもちろんそんなに多くないんですけど、まあ、それでもかなりの枚数をこう買ってもらうことができて、一番最初に大きくお金を使ったのは奨学金を返しました。なるほど。まあ、いくら借りてたかはまあ伏せとくんですけど、一括で奨学金を返しました、ね、すごい。かっこいい。堅実な。本当に素晴らしい。すごい。仏見習えよ。いや一体ちょっとどうしよう。胸が痛い。いや。やばい。使い方が。俺も胸が痛い。課金だもん僕だって。奨学金返してないぜが。奨学金返してないで課金してんのいいな。ちなみに翔ちゃんどうなの、はいはい、僕なんか堅実の極みですけど家賃ですね。あーなるほどね。家賃家賃滞納してたね。最初は一括して払ってバカ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 滞納一括で返すってこと。いや大事ですね。ありがとうございます。はい、まあ、ありがとうございます。面白い回答ではないけどまあまあまあ、いやリアルですね。いやなんか人柄がめっちゃ伝わってきて、そうね、嬉しいです。なこれでなんかえ車っすとか言われた。そうね。イメージと違うんだ。ソラルさんを感じられてめちゃめちゃ嬉しい。なんか最近は仕事というかこうアーティスト活動の一環としてこう歌い手の活動がある流れにこう、まあ、何年前だろう、まあでもその流れになってるのも10年ぐらい前とかだと思うんですけど、でも自分が始めた頃ってお金稼ぐことがそもそも叩かれてて、うんうんうん、CD 出したりライブやるだけでも叩かれた時期があるんですよ。うんうん、なるほど、そうなんですね。そうなんですよ。だからなんか自分が始めたきっかけもなんかそのお金を稼ぐことがまず念頭になかったからっていうのもあるかもしれないですね。うん、なるほど、本当に趣味の延長線みたいな。いやそうライブやるだけでライブでお金取んのかよって叩かれてたんですからね昔は。なるほど。だその時代を作ったってことだから、いや改めてすごいな本当に。まあでもいろんな、まあ、自分もでもその道の一番先頭を歩いてきたわけじゃなくて、いろんなその先輩がいて、うんうん、自分もその見てきてる道を歩いて来ただけなんで、なんか自然とイレスのね皆さんもきっとその立場になっているじゃないかなって、なっていくんじゃないかなって長くやっていくと。行きたいですね。でもそうですね、なっていけるようになっていけるように頑張りたいですね。そうっすよ。俺はもう続けような頑張ってない、うん、なんかこの6個の質問で人として成長した気がします。してないよ。お前絶対してないよ。ということでね、楽しい時間あっという間なんですけども、はい、質問はあの一人一問ということで以上となります。ありがとうございました。すごく惜しいんですけど、とにかくあの僕たちはもっと堅実にあのミジンコのように活動していこうと思いました。はい、思います。はい、そのミジンコです。そうですね、大事ですよ。やっぱ謙虚に金額をね、はい、控えて、はい、すいません。当たり前だ。課金しません。ソラルさんに言われたから絶対しない。いや、俺ちなみにもう死ぬほど課金してるんで。全然じゃあ一家じゃないよね。僕も課金しよう。まだ2年目なんで課金しないで。そうだね、やっぱり場所取らないでね買い物ができるってすごい素晴らしい。変なこと言わんでください。もうやめてください。課金を推奨する声をやめてください。最高の遊び。いや、あの課金はあの食事だ。もういいからかもしれない。もう俺ガチャだけ回してソシャゲやってみたいなとこあるから。それはもういい話やったら今。え、最高だ。めっちゃいい話やったやばいと思ったけど、課金トークで終わんな動画。そういうわけでね、レジェンド歌い手のソラルさん本日はコラボいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またぜひお願いします。